俺らバディですかプチセットバディ。プチセットバディね。たまにジェットやるよいラグーザです。ここがジェットでもいいです。ねラグーザって何なのラグーザです。何ラグーザさんって何でラグーザさんなの本名です。ああ本名か。クズハラグーザいや。ラグーザです。 え、でも、俺、デュエリストのざ、狙ってますからね、言っときますけど。いや、でも、ラグザより、カルビの方が。ラグザ。負けたんだけど。もう、諦めない、そろそろ。どっちか、どっちかが正して、どっちか諦める。まあ、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 結果が振るわなかったらね、すぐにでも、デュエリストさん、お願いします、ともさん。あれは一本。ね。

カルビさん正気じゃないんだけどでもめちゃくちゃ強いねフィジカルすげえや,やみんな強えやうちラプラスさんもクラッチするし水ナ瀬さんもオペもエイムもいいしキュピさんやっぱ頭でかいね一番戦況を見れてる気がするわ <laughs> カルビさんマジ正気じゃねえ <laughs> マジで正気じゃねえけどめっちゃ強いから成立してる いや字が出してよかったーデュエやらしてくださいっていうのいやでもあいつを思い出したねあの魔界の魔界のあいつどこだっけセーフティーとか言ったとこなんか重なったやつと魔界のいやーてかトンボさんめっちゃよくねトンボさんよかったなー いや俺ねほんとに失礼だけど樹日殿下のチームだから結構ノリでここもうフィジーでフィジーで破壊すみたいな感じかと思ったらめちゃめちゃ理論派だった。とんぼさん強え。とか IGL なのトンボさん。そうなんだ。 敬語取ってもいや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 まだ早いでしょう打ち解けた方よ1日目打ち解けた方よまあ、カルビさんは別に敬語じゃなくてもいいなって感じだけどまだ早いでしょまだ早いでしょいやーでもキユーピーさんママだなマジでかなり母性感じました すみません、自分、母性感じました。うん。結構、序盤助けになった。あの、俺が、俺が隅っこで、なんかなんか、ボソボソやってる時も。これね、ママとギャルが両立しました。FF 外から失礼します。母性感じます。話しかけてくれた。イ <laughs> ン陰キャすぎるだろ。なんか話しかけてくれた。ちょい、肝で。 ちょい肝入ります自分キモいいですかいやでもいいねいやなんかいいチームの形を見いだせた俺どうなるかなってちょっと不安があったけどいいチームの形に向かってる気がするデュエで尖らせるのかまあでもなんか俺がイニシの回微妙だったの,あの普通に打ち解けてなかったから説もあるんだよな。俺別に,にでも 頑張るつもりだからチームのなんか完成度構成の完成度のためなら全然イニシでもいいなって感じだけどいやそれ絶対ある絶対ある最初声も出てなかったしそのどこ行くどこ行かないみたいなやついやでもなんか俺がヘイト取ることによってカルビさんが暴れられるみたいなとこありそうなんだよなツーデュエどうなんだろうさすがにそれは自意識過剰 まあ、でも、勝手に一人で破壊してるから、関係ないか。夜さん、キシンドでバイですよ。まあ、てか、まず基礎を固めてもらって、トンボさんに、てか、トンニーって言うの、トンボさん、トンニー。CV、これね、雪城さん、キシさん、バインドで夜ですよ。あれ、雪城さんだっけ？俺言ったの、トンニー、トンオッパ、オおっぱ。 トンニーってトンニーって言う方がいい場であるんだあスーパーチャットありがとうございますいい試合だった個人的な期待度ナンバーワンのチームです V サイ頑張れありがとうございます間を取ってトニーで本当に間抜いてんじゃねえかよ運を抜いてんじゃないよトニー急になれなれしいトニートニートニーちょっはっうんもう解散になりましたまあこんなとこかな今日は ドカ食い気絶しよういやマジ好きやの大盛り食っちゃおうかな残しちゃうからやめとこ俺のおすすめは普通盛りミートモアに牛皿足すんで汁物これが神肉いっぱい食えるラグザじゃないですラグザですうんネギ玉プラスオクラのトッピングあー分かってるね君 君入国していいよ。<laughs> ラズさん意外とキャパあれなのかなエイムに全振りしてるからあれなせてるのかなえもしかしてカルカルビーと同じタイプかカルビーさんを極めに極め倒したらラズさんになるさすがに失礼かすみませんさすがにありえないことを言いました不敬罪でした。 名誉毀損だろお前らがだよそっかラズさん IGL してたわ全然あの進化論否定させてくださいダーウィンのありえないですまあ優勝目指したいな他チームとどのぐらいの差になるのかがわかんないな今回のチーム結構疲れも疲れもあっただろうし別に連携はそれもちろん取れないだろうし まあだから連携の取れる V サイのチームとやったらどうなるのかなみたいなのはあるね。セットアップとかしっかり組んで。よし。まあ俺は俺のできることをやろう。<laughs> 一日一つ強くなる。あかりんチームクソ強かった。あ、そうなんだ。あかりんさんそうなんだ。いや、目は大事だよね。眼性疲労のケアマジで大事だと思うわ。みんなに蒸気でホットアイマスク送ろうかな。チームメンバーに。 優勝するために2週間分欲しいものリストでクザのチームだけは CR 出てる人おらんから大会経験で差がつくと怖いなうわーそれありそう大会って強くなるからねマジでマジで強くなる価値観とか変わるし考え方とかでもね大会を経験したものとそうでないものとで、ね、差は出る追い出された射撃場 ランク的には一番下らしいから、平均的なあれが。だからもう、トンニーに何とかしてもらうしかないね。てかやばい俺誕生日さ、出し物はあるけど、配信で何しようか考えてないんだけど、なんか募集するクズエピソード。久々にクズラジ。トンニーとカルビをバレないように入れ替えよ絶対わかる。この前部屋やった。一回やってみたかったやつね。 逆突とか突待ちとかやだよーやだよ俺何話していいか分かんないもんデッキ考えないといけないじゃんしかも誰も来なかったらどうすんだよまたもちさんとかさデビデビデビルさんがんかうんちしてどっか行くだけになっちゃうよリスナーに犯罪者 <laughs> <laughs> 犯罪者犯罪者だけのお便り募集面白 犯罪者のお便りえもちろん罪償ったやつで頼むわマジで笑えない俺笑ったらそれ炎上しそうじゃない危ない危ない危ないリスナー犯罪歴危ない炎上絶対炎上するよそんなお前何してんだよとかあと笑えないやつ来たらどうすんだよ償ってくださいいやマジ気まずいどうするまだ未解決の事件の CEO 来たら怖い 取り扱いたくないやめときましょう